チタン酸バリウム、チタン酸バリウム、チタン酸バリウム、バリウムチタナテ、バリウムチタニウムオキシドは、化学式バチオで表される、ペロブスカイト構造を持つ人工鉱物である。天然には産出しない。極めて高い非油電率を持つことからセラミック、積層コンデンサなどの誘電体材料として広く、使用されている代表的な電子材料の一つであり、代表的な共有電体。 圧電素子としても知られる。1942年にアメリカ合衆国のエーナーとサロモン。1944年に日本のオガワタテオとワクシゲル。同じく1944年にソビエト連邦のウルによってすべて独立してほぼ同時期に発見された。シタン原子を中心とし、拡張点に酸素原子を排した八面体の骨格の隙間に、 バリウム原子が入り込んだ結晶構造を持つ。結晶構造は、低温から高温に向かって非四面低照。射放症、正方明、立方症と転移するが、実用上重要なのは、室温で安定な正方明と接し120度以上で、安定な立方症である。チタン酸バリウムは、正方明では、横より、縦が1%程度長くなっており、中心の TI や、 周辺の酸素が、つの位置から、わずかにずれた位置で安定になることで、共有電体となっている。ところが温度を、摂氏120度以上に上げて、立方症にすると位置のずれが解消してしまい、常有電体となる。この強有電体から、常有電体へ変わる温度、キュリー点で、非有電率イプシロンは、最も高くなり、イプシロンイコール 20...00 20以上になるものもある。 さらに、約摂取1460度以上の温度になるトロク、包射へと変化し、これを給冷したものの誘電率は、室温で10万近くとなり、極めて高い。バルク結晶の室温でのバンドギャップは3.2イブで、あるが、およそ15から7ナノメートルにまで粒子計を細かくすることで3.5イブまで増加する。実際に、チタン酸バリウムを誘電体材料として使う。 場合には、カルシウム、ストロンチウムなどのアルカリド類金属、イットリウム、およびネオジム、サマリウム、ジスプロシウムなどの気度類金属などの微量添加により、BA サイトや TI サイトを置換することで、小血体の構造制御を行い、キュリー E 点の位置をずらす、誘電率を下げるなどの調整を行う。一方、PTCR サーミスタの場合は、 変化が大きいほどセンサとして感度が良くなるため、別の調整が行われる。主に、セラミックコンデンサ、セラミック積層コンデンサ、PTC サーミスタに使用される。中でもセラミック積層コンデンサは小型。大容量品が製造され、携帯電話などの情報通信機器の小型化に寄与している。2014年現在最も小さいパッケージは0402と呼ばれ、 0.4mm、0.2mm、0.2mm、mm、サイズで0.1マイクロファラド、体圧 6.3V の容量を持っているものもある。また、試作段階では0.25、0.125mm の0201サイズが作られている。PTC サーミスタは、シタン酸バリウムの抵抗値が、キュリー点で何桁も変動することを利用した温度センサーで、 ヒーターの発熱温度制御などに利用される。動作する温度は微量添加物で制御される。近年は積層コンデンサを小型化するため、原料であるチタン酸バリウムの微粒化が積極的に行われている。原料は合成法によって異なるが、チタン源として二酸化チタン、水酸化チタン、チタンアルコキシド、塩化チタン、硫酸チタン、バリウム源として炭酸バリウム、 バリウムアルコキシド、水酸化バリウム、塩化バリウムなどが用いられる。二酸化チタンは、イルメナイトの化学処理、硫酸法や塩素法によって生産され、純度99%以上の高純度品が、チタン酸バリウムの合成に用いられる。酸化チタン中には製法によって、硫黄や塩素がわずかに残る。これが、電子材料としての性能を大きく左右することが、知られている。 また、酸化チタンは5ナノメートル程度の超微粒子から1マイクロメートル以上の粒子まで様々な大きさの商品があり、原料粒子の大きさが生産されるチタン酸、バリウム粒子の大きさに影響することから、酸化チタンメーカーは微粒で大きさの揃った酸化チタンの開発に力を入れている。しかしコンデンサの生産個数は増大傾向にあるが、 積層コンデンサのサイズは小さくなっているので、全体として酸化チタンの需要量はそれほど増大しない。バリウムは、バライト、重晶石、バソとして産出し、化学処理によって各種バリウム塩が製造される。純度99%以上の高純度品がチタン酸バリウムの合成に使用される。型奏法によるチタン酸バリウムの合成では、 微流品が必要とされるが、液層法では溶解性のバリウム使用を使用するため、粒子の大きさはあまり問題にならない。バライトには、主成分である BA のほか、よく SR が混入しており、これが、チタン酸バリウムの電気特性に影響を与えることが、知られている。チタン酸バリウムの合成には、通常1、摂取000度前後の熱処理、火焼きが、必要とされる。 地下小雰囲気、温度、速度などによりチタン酸バリウムの電気特性は大きく変わる。また、火焼き前にチタンソースとバリウムソースを微視的によく混ざった状態にすることが必要になるため、湿式分散がよく用いられる。チタン酸バリウムを用いた製品に対する値下げ要求は大きく、セラミック積層コンデンサの中には1円を切る価格の商品もある、製造コストは常に 重要な問題となる。製造コストの中で人件費が占める割合はかなり大きいので、熱処理装置や製造プロセスのデザインが生産性や生産コストに直結する。一般的に必要とされる生産設備としては、原料粉末を微視的によく混合するのに用いる分散装置、熱処理に用いる小成炉、開催のための微粉砕装置などが挙げられる。日本では強力マテリアル。 堺化科学、日本科学工業、富士チタン工業などが製造しているほか、宇部鉱産、京セラ、太陽有電、TDK、村田製作所、ロームなど、セラミック積層コンデンサを製造するメカも、それぞれ独自にチタン酸バリウムを社内で製造している。酸化チタンの粉末と炭酸バリウムの粉末を、よく混合し、1、摂取レレ程度の温度で熱処理することで、 チタン酸バリウムを合成できる。反応は、液層消結によって進行し、炭結晶は溶融させたフッカカリウム中から、およそ摂取1 0 0度前後で、結晶成長させることによって得ることができる。超微粒子の合成には不向きと言われている。BA と TI を一つずつ含む周酸、バリウムチタニルという化合物を液層で沈殿させる。これを摂氏700度以上で、 熱処理することで、チタン酸バリウムが得られる。合成反応自体は、熱処理中に生じるため型奏法の一種である。この方法を用いると、原子レベルで BA と TI を混合することができるため、より微流で均質な粉体を得ることができる。水熱法は、チタン酸バリウムの合成に、水熱条件を利用することを特徴とする。したがって、 反応式はここに挙げた式に限らず、液層法の反応は、すべて水熱法に利用可能である。水熱法は、圧力釜、オートクレイブを使うことで、摂氏100度以上でも水が沸騰しない状況を作り、高温、高圧化で、チタン酸バリウムを合成する。高温条件で合成されたチタン酸バリウムは、水酸元をあまり含まず結晶性が高くなる。 チタン酸バリウムの合成におけるゾルゲル法は普通アルコキシドの加水分解反応を用いた液相合成法を指す。反応はアルコール溶液中で行われることから結晶中に水酸元を取り込みにくいと言われている。高品質のチタン酸バリウムが得られるがコストが高いので研究等で用いられることが多い。 日本では毒物及び劇物取締法及び毒物及び劇物指定例によりバリウム化合物として劇物に指定されている。同じくバリウム化合物として大気汚染防止法の有害大気汚染物質に該当する可能性ある物質にリストアップされている。また、消防法においても貯蔵等の届出を要する物質として規定されており、その指定数量は 200kg である。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。